日産のボート23フィートのボークアランド艇です。なかなか出ないんですよね。最近船がもうねめっきりなくなっちゃって。さてこの船の状態をご説明いたしましょう。まあいきなりですけど、ここ当て傷、ここ補修跡、まあそんなに大したことはありませんけど、トランサムステップはしっかりしていました。このスイムラダー、これ下にべちょっとついてたんでしょうね。カキ殻がいっぱいついてます。磨くのが大変だと思いますけど、最近は乗る機会がないらしくて、船底は結構汚れていました。個人売買ですから、汚れたまんま、このまんまでのお引き渡しとなります。ご了承ください。この船は軽流艇の割には傷みが少ない方ですね。磨けばピカピカになると思いますよ。ガンネルのへこみなんかはありますけどね、軽流艇ですから、まあこの辺は仕方ないと思います。バウスプリットも結構長めですね。前からの乗り降りもしやすいと思いますよ。ハンドレールもぐらつくことはありませんし、まあここも汚れてますけど開閉は問題なかったです。ロープはね使ってないだけに綺麗な状態でした。ああ、これキャビンの中につながってるんですね。サイドデッキは結構深めでしたね。膝の高さぐらいまでありますから、ここで魚のやり取りもいけそうですね。前後デッキへのアクセスも余裕ですね。ホーンが鳴らなかったです。ここに以前ロッドホルダーがついてたんでしょうね。ビス穴の跡があります。両色と白灯は点灯しました。フロントデッキでは2人ぐらい釣りができそうなスペースですね。アフトデッキでは釣りのスタイルにもよりますけど、2、3名ってところですかね。すごく汚れてる。まあ汚れ方がひどい。これはステンレスの燃料タンク120リットルです。むっちゃ汚れてますね。なぜこんなに汚れてるのかなっていうとですね、近くに実は工場があるんですよ。ですからもう洗っても洗っても船体はね汚れちゃうそうです。予備の燃料タンクもお付けされます。日産の船はヒンジが弱いんですよね。古くなると大抵こんなになっちゃうんですよ。イケスも汚れてます。なんかべっちょりついてますけどね、掃除が大変そう。天井のハッチが開閉できますから、ここからの見張りなんかもできますよね。ソーラーパネルがセットされていました。これは置いてあるだけですね。コンデックスの GPS 型カラー8インチです。水温計が調子悪いということですけど、あとは OK です。アワーメーターはね、以前のエンジンの引き継ぎです。今のエンジンに換装されてからのものではないんですよ。このクッションに破れがありました。あ、ここが物入れになってるんだ。両サイドのアクリルの窓はね、透明感がなくなってきてますね。キャビン内はね、意外と綺麗でした。壁もね、綺麗ですし、床板はオーナーの手作りっぽいですね。これは簡易トイレです。ハッチのストッパーもしっかりしてましたし、開閉も OK ですね。エンジンはフォースト90馬力、日産と書いてありますけど、中身はホンダ。平成20年12月製造のエンジンを平成22年5月に新品で換装されています。アワーメーターは以前のエンジンの引き継ぎですので、はっきりした使用時間は分かりませんが、今までの使用状況をオーナーに尋ねました。釣りのスタイルは主に流し釣りです。釣りの間はスローでかけっぱなしです。新品に乗せ替えてからは1年間に約10回ほどの長航だそうです。朝出発してだいたい5時間ぐらい楽しんで帰ってくるそうですよ。まあこのことから計算するとだいたい使用時間は500時間前後だと思われます。スピードは巡航で約18ノット最高は22ノットぐらいだそうです。もうちょっとスピード欲しいんですけどね。90馬力ですから、まあこのぐらいが限界かな。でもね、燃費はすごくいいらしいですよ。メンテナンスはね、年に1回オイル交換をする程度だそうです。調子がいいので今まで大掛かりな部品交換とかはないようですよ。